これから発売されるモバイルのビッグタイトル PUBG ニューステイツに APEX モバイル、そして我らのコールオブデューティーウォーゾンモバイル。個人的にウォーゾンモバイルの FPS 視点が一番楽しみじゃないですか。共感できる方はグッドボタン。はいどうも、ジャンダルクです。というわけで今回は、前々からね話題になってたコールオブデューティーウォーゾンモバイルの続報ってことで、一応今までの経緯をざっくりとね話しますと、まず2019年の3月11日にコールオブデューティー MW にて、まあ、ウォーゾンっていうのがね無料リリースされまして、ほんと初日からねもうかなりの盛り上がりで、もうその時からずーっと海外の FPS 市場のトップ3にはね、まあ、入るぐらいの大ヒット作品となりまして、それから約半年後ぐらいにはね、まあ、正式にその e スポーツのランク付けみたいなあるんですよ。でまあそこで S ランクとか A ランクみたいな割り振りがあるんですが、まあ、そこで配信数だとか配信の閲覧数、アクティブユーザー数などなど、まあ、いろんなのを加味して e スポーツで S ランク付けされて、 FPS では 1,2 番目かな、まあ、確か同率ぐらいで確か CSGO がいたりとかしたんですけど、まあ、FPS では最強のゲーム認定されて、まあ、鼻が高くなってたコールオブデューティーウォーゾンこと MW さんなんですが、その時ぐらいにコールオブデューティーモバイルの売り上げもかなり上々だったことから、まあ、大人気ウォーゾンを、まあ、モバイルにそのまま移植しようぜっていう提案になりまして、約8ヶ月前にアクティビジョンの求人にてこのようなちょっと求人が出されたんですよね。ちょっとまあその文章を読み上げますと、我々アクティビジョン、まあ、COD の本社ですねは、COD の新しいフランチャイズモバイルゲームの、AAA タイトルの制作にあたって、人員を募集してますと、本求人では PC ゲームのデータをモバイルに移植できる社員を募集しますってのが、まあ、公にね発表されたんですよね。でその際のゲームタイトル名は Call of Duty WZM っていうコードネームがちょっと割り当てられまして、まあ、明らかにそのウォーゾンモバイルの頭文字でね、取ってきてるでしょうみたいな形で、まあそのことから確実に、まあ、ウォーゾンモバイル出るよねみたいな制作されてるんだなって感じなんですけど、まあ、それからね8ヶ月前から一切音沙汰がなかったんですよ。はい、もう公式的な発表からそのリークっていうものすらも上がってなかったんですよ。だからうわこれってもしかしたら頓挫というかね、あの流れたんじゃないかなって話になってたんですが、5月の中旬にまた新たな最新情報が出まして、まあそれがね結構まあ興味深い内容だったんですよね。はい、ちょっとそちらまとめますと、5月の1日ぐらいに、またアクティビジョンがね、求人を出しまして、アクティビジョンモバイルが新しい役割を追加しました。まあアクティビジョンでそのなんかモバイル部門を作ったってことなんですかね。ちょっとごめんなさい、これ翻訳がガバガバなんであれなんですけど、まあチームはライブオペレーションとコールオブデューティー全体の、コンテンツ拡張に重点を置いてます。だからまあコールオブデューティーモバイルとかもここ含まれるのかな。私たちの開発チームはモバイルに専念しており、全ての主要な分野で構成されてます。私たちはグローバルに雇用しており、アートとプロダクションに加えてエンジニアリングとデザイン、ゲームシステムデザイナーなどなど新しい役割を開拓してます。お気軽に立ち寄りくださいといった内容でしてね。まあここだけ聞くと、まあコールオブデューティーモバイルってね、まあ一応テンセンとかメインの開発ではあるんですが、まあデザインとかね、そういう多分ゲーム自体のそのアップデートこうしていこうぜみたいな、そういったのは全部ね、まあ本家がやってると思うんで、まあ本家のねそのモバイル部門の募集かなと予想されるんですが、こちらの募集のなんかハッシュタグっていうのがあるんですけど、そこになんかウォーゾーンっていうのが記載されてるみたいで、その前からね噂となってたウォーゾーンモバイルの求人があるっていうのが、まあ一応こちらで伺えるんですよ。だから一応8ヶ月前になんかこうわちゃわちゃしてたのが、また今回5月にね、再熱というか出てきて、でその際に新しいリークだとか情報っていうのがめちゃくちゃ出たんですよ。だから割とねそろそろなんかリリースというかね、その公式的な発表で、なんか PV こういうのですよみたいな出すんじゃないかなって言われております。はい、だからまあ今後のねコールオブデューティーモバイルもそうだし、ウォーゾーンモバイルもね、新しい人員を雇ってアクティビジョンで本格的にまああの参入していくのかなって感じなんですけど、ちょっとまあここからはねリーク要素が強く、なんかざっくりとしたそのウォーゾーンの移植っていうのは完成したらしいんですよ。そう、まあさ言ったら8ヶ月前の PC のまあそのウォーゾーンのデータを丸々そのモバイルに移植するみたいな、それはなんかざっくりと終わったらしく、あとはそのモバイル用のデザインだとかその後付けのところですよね。グラフィックだとか、バランス調整だとか動き方とかエンジンだとか、そういったのはなんかこれからみたいな感じらしく、まあざっくりはなんか終わったみたいな。でそこでちょっと上がった情報なんですけど、コールオブデューティーモバイルで現在進行形で続いてる、まあ、バトルロワイヤルモードあるじゃないですか。あれをどうやらなくして、それを移植って言い方おかしいんですけど、完全オーバーホールして再構築後、コールオブデューティーウォーゾンモバイルとして出すってのがなんか一応情報として上がってるんですよね。まあかなりリツイート数だとかファボ数とかもついてて、結構ね信憑性のある情報かなと思うんですけど、まあこれねどういうことかっていうと、個人的なちょっと解釈もありますが、今のコールオブデューティーモバイルって半分以上はマルチ民だと思うんですよ。まあ多分マルチが主体みたいなところあるじゃないですか。アップデート内容もそうだし、人工的なところも、まあもちろんねバトロワにもちゃんと人いるし、
し、何より海外とかだったらね、結構バトラーが人気だったりとかしますので、まあ、全然そのゾンビモードと違って、まあ、根強いコンテンツだと思うんですが、まあ、ぶっちゃけ内容自体、その本家のウォーゾンプラスみたいな内容じゃないですか。本家にはない、まあ、スペシャリストみたいな機能もたくさんあれば、まあ、スノーボードだとか、自販機機能、各ラウンドマークの面白ネタ要素など、まあ、ちゃんとこう別ゲー化されてるんですけど、やっぱ大まかな内容に関しては、その武器のドロップ品だとか、やっぱ完全ウォーゾンだし、あと、まあ、乗り物系もウォーゾン移植多いですよね。これもちょっと初期の、ね、モバイルバトルにはなかった機能なんですが、後からね、そのアーマーをね、こう復活というか、こうプレート入れ替える式になったりとか、あとカスタムされたね、その武器を起源武器が獲得するっていうのも、完全ウォーゾンからの機能なんですよね。てな形で、費用ごとにそのウォーゾン意識されてゲームが進化してきたと思うんですよ、今までのバトル終わって。なんかそういうところを、やっぱそのウォーゾンが人気な海外からしたら、まあ手軽にね、モバイルで遊べるってことで、まあウォーゾン風ゲームが遊べるってことでね、まあ普通に多分人気だと思うんですけど、てなった際に、あれと、ここまで話してあれって思って、まあやっぱウォーゾンモバイル出したら、どっちかがこう加速化するわけじゃないですか。まあウォーゾンモバイル仮に出てきて、そっちが人気になったらね、まあそっちに移植するだろうし、それがクソゲーだったらみんなコールオブデューティーモバイルのバトラーに戻ると思うんですよ。っていう形で、やっぱりその加速化するわけになるわけなんですが、やっぱりこの会社的には、その2年目のコールオブデューティーモバイルを優先するはずもなく、これからやっぱ未来がたくさん詰まってる、コールオブデューティーウォーゾンモバイルのその流行をね、意識するわけで、やっぱりそのコールオブデューティーモバイルからはそのバトラーを削除して、まあ移植って形で、まあ別アプリを出すんじゃないかなっていうのが、まあ情報として出てるんですよね。まあ筋は通ってますよね。まあ本当にまあその通りというか、まあ大体 COD でもそうなんですけど、大体人口って、まあ最新作に集まるわけじゃないですか、COD も。で、あとまあ PUBG の次回作もね、PUBG2 みたいなニューステイトが出ると思うんですけど、まあやっぱ今いる PUBG ユーザーはそっちにガサっていくわけじゃないですか。で、もしそれがクソゲーだったら戻るかもしんないけど、まあやっぱりそこでどっちかが加速化が起きるわけじゃないですか。まあそういったところを、まあやっぱコールオブデューティーさんは、そのモバイルね、今マルチの方がやっぱまだまだ人気だから、まあ別にバトル分けしても、まあ、ウォーゾンの方で人行ってくれて、そこでまた復活してくれたら、人気になったらいいかな、みたいな感じだと思うんですよね。だからすごい筋は通ってるし、まあ、さらにこれ信憑性がかなり強い情報として、実際なんか COD さん、アクティビジョンが危惧してるのが、今年中に出る PUBG2 こと PUBG ニューステイトっていうのを、まあ、だいぶね、危険視しておりまして、まあ、PUBG の新作が、舞台が2040年だっけ ?50 年だっけ、まあ、それぐらいの、その時代背景になって、近未来って形になるんですが、まあ、ウォーゾンも割と現代と言いつつ、近未来要素めちゃくちゃ多いじゃないですか。なので、その作風かぶりっていうのが、密かにあるって思ってるらしく、PUBG がちょっと普及する前に、ちょっとリリースっていうのも考えてるらしいんですよね。ただまあ、PUBG ニューステイトに関しては、Android で今、事前登録やってるから、まあ、多分そろそろ出るというかね、多分ウォーゾンに早く出るから、まあ、先に出すってことはないにしろ、まあ、その PUBG ニューステイトが、その人気で、こう、根強く前に多分リリースみたいなこともね、考えてるらしいんですよね。はい、ってなると、先ほど言った通りね、急をかなり要しますので、まあ、移植って形もね、納得できるんじゃないかなと。で、さらに、この話をね、裏付けるかのごとく、2021年の3月頃に、コールオブデューティーモバイル民向けに、バトロワでベルダンスク、まあ、これ、ウォーゾンのマップですね、が見れるのはどう思いますかみたいなことが書かれてるんですよ。はい、ちょっとこれ、Google のガバ翻訳で申し訳ないんですが、まあ、これほぼ革新的というかね、まあ、これからウォーゾンモバイル出すでーって公式が言ってるのに、まあ、ウォーゾンモバイルのマップ、ね、ベルダンスクをコールオブデューティーモバイルで見たいですかって。まあまあ、なんかこの話の筋というかね、すべてが合致してきましたよね。まあ、点と点がね、もう線で結ぶ、みたいな感じだと思うんですけど、ね、わざわざなんでこういうこと聞くんやろみたいな。単純にこれね、コールオブデューティーウォーゾンモバイルがなかったら、まあ、単純に大人気ウォーゾンのマップを、まあ、コールオブデューティーモバイルで見たいですかってなると思うけど、ウォーゾンモバイルが出るってね、この時話出てたのに、ウォーゾンのマップ見たいですかコールオブデューティーモバイルでみたいな。え、それってどういう意味みたいな。ってなるじゃないですか。そういったところね、だいぶその伏線とか出てきたんじゃないかなっていう。まあ、以上のことからね、コールオブデューティーモバイルはそのバトラーが削除されて、ウォーゾンに進化されるって話になると思うんですけど、まあ、個人的にやっぱ思うのは、ウォーゾンって、そんなにモバイルでやってて面白いかっていうと、ほんと個人的なんですけど、まあ、花はないよねって思ってて、やっぱウォーゾンって MW の最高画質、超グラフィック綺麗なところで、まあ、そのリアルな銃だとかカスタムして、かつね、タクティカルな動きで、そのバトルが楽しめるって要素なんですけど、正直モバイル民ってそこを求めてるのかなとは思うんですよね。まあ、僕はやっぱそのガンスミスとか大好きだし、リアルな銃出るだけで、もう白米何杯もおかわりできるんですけど、やっぱりモバイル民ってちょっと路線違うよね。本家とか PC では割とその、タルコフだとか、まあ、コールオブデューティー、ウォーゾン、MWダブルみたいなね、めちゃくちゃ綺麗なやつ大好きなんですけど、モバイル民ってそこ求めてんのかなっていう。まあ、今までリアル系がね、タクティカル系がほぼほぼ出なかったんで、まあ、初めての取り組みなんでね、意外と刺さるかもしんないんですけど、結局なんかそのコールオブデューティーモバイルのそのガンスミスの時もそうだったけど、面白いけど別に従来までの前の状態でも十分面白かったし、まあ、楽しめてた印象はあるので、なんかそのウォーゾンのガンスミスとかそのリアル思考とか、
まあ、今のモバイルミーのニーズに合ってるのかなーって正直思っちゃいますね。はい。まあ、それよりかはそのエイペックスみたいな技とかその駆け引きがあったりだとか、あと今のそのコールオブデューティーモバイルのバトラーですよね。スペシャリスト機能でパーティーの誰かしらがヒーラーやってクラスター落としてとか、まあ、連携がいろいろとあると思うんですけど、まあ、ウォーゾーンでひたすらにそのバトラーって感じなので打ち合うみたいな、まあ、今後のそのニーズ的にどうなのかなーって感じですね。はい。ただまあこれも褒める的なところで思ってることがあって、あのマップがとにかく広いし、ウォーゾーンって言ったらね、人数も150人とかなんで、その PUBG とは違った楽しさっていうのがやっぱあるんですよ。例えばそのワンワン機能って言って、まあそのデスした後に通常ソロであれば即終了じゃないですか。死んだらはい終わりみたいな。ただウォーゾーンではその対マンして勝ったら復活できるっていう、まあそのしょうもなしを最低限抑えられるような、まあ実力主義な機能があったり、あとまあ味方の復活がめっちゃ簡単っていう、お金パッて払うだけみたいな。だからすごいこの人数も多いんで、まあ復活も多いし、マックススキルがねだいぶいくんですよね。20キルとか30キルとかめちゃくちゃキル数はいくんで、そういったところその PUBG だとかその Apex とはまた違った、まあ路線のその大量キルとか、まあ気軽に何回もリトライできるバトラーゲームみたいな形で、まあ差別化できるかもしれないんですけど、個人的にはやっぱりそのスペシャリストみたいな、まあ技機能っていうそのねスペシャリストの花みたいなところもあった方が、その現状のコールオブデューティーモバイルのバトラー民的にまあいいんじゃないかな、ありがたいんじゃないかなって思ったりとかしてるんですけど、皆さん的にはどうですかね。まあ綺麗な FPP モードで FPS 視点でウォーゾーンが楽しめれば満足って意見もあると思うんですけど、まあせっかくね現状のバトラー削除するんだったら、今までの機能をね今のそのウォーゾーンとうまいことやってほしいですよね。だからまあコールオブデューティーウォーゾーンプラスみたいな形で、なんか今のそのバトラーね、コールオブデューティーモバイルのバトラーである機能をなんかウォーゾーンで無理やり告げ出しましたよみたいな、それも全然ありだと思うんで、まあ何かしらね今後のその一味二味も違うウォーゾーンみたいですよね。はい、ということで今回ちょっと長々となりましたが、ちょっとコールオブデューティーウォーゾーンの最新情報について話させていただきました。まあ出ることは確定してるんで、ちょっと今後の情報ね、しっかりと追っていこうかなと思いますので、まあよかったらね皆さん通知が届くようにこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。